今回は玄米を使った韓国レシピ、人気の韓国料理と玄米を掛け合わせてみました。今日作るのは玄米粉を使ってザクザクのフライドチキンに、後半にヤンニョムチキンのアレンジもあります。まずはフライドチキンから。材料はこんな感じ。それではスタート。まず手羽元を骨に沿って切り込みを入れていきます。バットに手羽元を並べ、塩コショウ、ニンニク、生姜を揉み込み、10分ほど置いておきます。10分経ったら30分から1時間ほど漬けておいておいてください。手羽元を取り出し、下味の漬け汁に焙煎玄米粉を加え、衣を作り、手羽元を絡めます。バットに焙煎玄米粉、片栗粉を3対1の割合で混ぜて、手羽元を入れてしっかり粉をつけてください。焙煎玄米粉は茨城県の契約農家さんが育てたコシヒカリの特別栽培米。揚げ物はカラッとサックサクに出来上がります。フライパンに油を2センチほど入れて中火に熱し、手羽元を入れてカリッとするまで揚げ焼きにします。サックサクのフライドチキンの出来上がり。ここからはヤンニョムチキンにアレンジしていきます。ボウルにヤンニョムチキンのタレの材料を合わせ、油を切った手羽元を入れてよく絡ませてください。
器に盛ったら白ごまをかけて完成です。ザクザクのフライドチキンと甘辛ヤンニョムチキンはお子様も大好きな味。玄米粉を使っているので栄養も安心。ぜひお家でも作ってみてください。ではでは、いただきます。Thank you.